2015年の問題を説明します。この反応では反応速度が X の濃度が2乗に比例すると。でこの反応というのは 2X が Y になる反応です。でこの時反応時間における反応物 X の濃度 X は反応速度定数 K、反応回指示の X の濃度 X0 とすると式 A で表されています。で25度 C で1番、4モル毎リットルの X を反応させたところ、X の濃度が半分になるまでの時間は TX 秒であったと。また、65度 C で A モル毎リットルの X を反応させたところ、X の濃度が半分になるまでの時間は 0.150TX であったと。この反応では、温度が10度上がるごとに反応速度定数が2倍になると。A の代替率が上がる。これはね、最初4モルで濃度が半分になるということやから、この A 番の式を使って、2モル毎リットルになるのは、KT とかを言うと、これは4モル毎リットルになるんですよな。だから KT はこれ4分の1ですな。で、65度 C で、A が半分になるのは 0.15TX 秒やったと。で、反応速度定数は2倍、10度上がるごとに2倍やから、25度 C やろ。で、35、45、55、65やな。2倍やから、2の4乗で16倍やな。16倍やけど、最初の濃度が A で、で、半分になるな。まあ、2分の1やな。これまた同じように、K。K は 16K になるな。で、時間は 0.15。0.15t だな。こっちが 0.15t。で、プラス A 分の1。これは、これを分母分子にかけると A 分の2やな。で、16×0.15×。この kt は4分の1な。KT はこれは4分の1と。プラス A 分の1な。これは A 分の1が 4×0.15 で、0.6 か。A は 0.6 分の1な。6分の10で 1.7 あるな。1.7 モル毎リットルになります。はい、以上です。